テレビや街中でマジックをしているとついつい立ち止まって見てしまいますよね。種も仕掛けもないところから次々と繰り広げられるイリュージョンに興奮した覚えのある人もいるのではないでしょうか。しかし種も仕掛けもありませんと言ってはいるものの、実は全ての手品にはちゃんと種も仕掛けもあるんです。今回は有名マジックの種について見ていきましょう。こんにちは、ペックです。手品って絶対種があるのに夢中になって見てしまいますよね。種がわからない、それこそがマジックの醍醐味ですが、どうやっているのと裏を知りたくなるのも人間です。今回は有名マジックの種明かしを見ていきましょう。種を知ってしまうと楽しみが半減するのではと思いがちですが、そうではありません。仕組みを知ることでマジックがもっと楽しくなりますよ。1. スプーン曲げ。スプーン曲げといえばユリゲラーですよね。何の変哲もないただのスプーンをぐにゃりと曲げてしまう魔法のような姿に世界は騒然となりました。子供の頃真似をした人も多いのではないでしょうか。まるで柔らかい鉄のようにいとも簡単に曲がってしまうスプーンですが、もちろん超能力でもサイコキネシスでもありません。時代ブームを巻き起こしたスプーン曲げマジックには意外と単純な仕掛けが隠されていたんです。まず指に硝酸銀溶液を少量つけておきます。硝酸銀溶液というのは鏡や毛染めの着色としても使われている危険のない液体です。これを指につけてスプーンを撫でることで合金形成現象を発生させて曲げていたと言われています。硝酸銀溶液は金属を腐食させる効果もあるため、最後にはスプーンは真っ二つになるという仕掛けです。あらかじめスプーンを何度か曲げておいて癖をつけておくとさらにやりやすくなるみたいですね。スプーン曲げの方法は他にもあって、テコの原理を使って曲げるやり方もあります。こちらはスプーンの支点をしっかりと支え、作用点となる柄の部分をしっかりと固定します。そのままスプーンの先をグッと自分に向かって引っ張れば曲がります。こちらの方が手軽にできるかもしれませんね。硝酸銀溶液を使う方法のように金属肥料を利用したマジックは昔からあり、すでに19世紀頃には行われていたと言われています。 2. 空中浮遊マジック。地球には重力があります。なので重力に反して浮き上がることはエンジンや羽なんかがない限り不可能です。それを可能にしてしまうのが空中浮遊マジックですよね。マジシャンのイリュージョンによって人が浮き上がるマジックは一体どうなっているのと思わず目を見張りますよね。実は空中浮遊マジックは私たちが日常で普通に使っているあるものを使えば簡単にできてしまうのです。次は空中浮遊マジックの驚きの種について見ていきましょう。空中浮遊マジックの種はマジシャンによって若干異なるようですが、例えば有名マジシャンセロの場合、セロのマジックでは映画バックトゥザフューチャーに登場する宙に浮く板ホバーボードに乗って浮いていましたよね。さらにワゴン車に左手をくっつけ並走し空中浮遊しながら登場したこともありました。これは実は車から特殊メイクで左手に見せかけた頑丈な棒が出ており、セロの体を固定しているものでした。しかも種を平愛梨さんがスタジオでバラしてしまうというとんでもないハプニングもありましたね。これ絶対タブーですよね。種をバラされたことでセロが少し不機嫌になってしまったことで有名なマジックです。 3. 水面を歩くマジック。忍者でもない限り水面を歩くなんてほぼ不可能ですよね。めちゃくちゃダッシュしたとしても高確率で沈んでしまいます。しかしマジシャンにはいとも簡単に水面を歩く人が存在するんです。水面が歩けたら水害の時にめちゃくちゃ便利ですよね。マスターすれば防災にも役立ちそうですが、残念ながらトリックがあるので緊急事態では使えません。次は水面を歩くマジックの種明かしです。意外と単純で、なんだそういうことかとびっくりすること間違いないですよ。実は手品の仕掛けにはプレキシガラスボックスが仕込まれています。プレキシガラスボックスというのはアクリルでできた透明の箱ですね。水に沈めると同化して外からは全く分かりません。水の中に設置し、その上を歩くことでマジシャンはまるで何もない水の上を歩いているように見せています。しかしただ歩くだけではバレてしまうので、ちゃんと水の上でバランスを取りながら歩いているように見せなければなりません。またプレキシガラスボックスのある位置を把握しないといけないため結構大変なんです。注意力と演技力が必要なマジックですが、種は結構単純なんですね。 4. アシスタントの体を半分に切断するマジック。マジックの中でも花形とされるのが人体切断マジックですよね。箱に入ったアシスタントの体を時にはノコギリで、時にはチェーンソーなんかで大胆に切断する手品は一体どうなってしまうのかとハラハラドキドキの展開です。一見命がけと思ってしまう人体切断マジックですが、ちゃんと安全が確認された元でやっており、種も仕掛けもあるんです。一体どんな方法なのでしょうか。思わずこれ考えた人天才でしょと思ってしまう脅威の仕掛けをご覧ください。
まずこの手品には切断されるアシスタント A だけでなくアシスタント B が必要です。まずアシスタント A が箱の中に入ります。この時寝そべるんではなく本当は膝を抱えた状態で箱に入っています。アシスタント A が箱に寝そべるタイミングに合わせてもともと箱の中で待機していたアシスタント B が箱から足を出します。観客からすればアシスタント A が単純に箱に寝そべったようにしか見えません。単純なようで実はタイミングが難しく、アシスタント A と B が息ぴったりでないと足を出すタイミングが不自然になってバレてしまうので注意が必要です。そのままアシスタント A と B の間にある箱を切断すれば、まるでアシスタント A の体が真っ二つに切断されたように見えるわけですね。その後アシスタント B が足を動かせば切ったのに動いていると、なんとも妙な人体切断マジックの完成です。大胆なマジックの裏には2人のアシスタントの涙ぐましい努力が隠されていたんですね。5. 剣を飲むマジック。マジックの定番といえるものに剣を飲み込むマジックがあります。マジシャンが剣を喉の奥にまで差し込む姿に、血だらけにならないのとハラハラした記憶のある人もいるんじゃないでしょうか。一歩間違えれば重傷になりかねない危険なマジックですが、一体どんな仕掛けがあるのでしょうか。ちなみにこのマジックは剣自体は本当に飲み込んでいるんです。無傷でいるためにはある高度なテクニックが必要なんですよね。早速見ていきましょう。まず剣を飲み込むマジックをするには、マジシャンは光薬反射を抑えないといけません。光薬反射とは喉の奥に物を突っ込んだ時におえってなるあれですね。あれを抑えるようにならないとまずできません。そしたら胃と喉頭がまっすぐになる状態の体勢をキープします。そのまま体の組織に触れないよう剣をゆっくりと差し込んでいく仕組みですね。パフォーマンスに使われる剣の切れ味は鋭くはないですが、しっかりとまっすぐに飲み込まないと胃や食道を傷つけてしまい大変危険です。一見単純そうなマジックですが、一歩間違うと致命傷にもなりかねません。ちなみに使っている剣の長さは一般的に約38センチと言われています。成功させるためには相当な練習が必要になりますね。6. 自由の女神を消すマジック。30年くらい前の有名な手品に自由の女神を消してしまうものがありました。この驚異のマジックを行ったのはデビッド・カッパーフィールドというプロマジシャンです。アメリカの象徴、自由の女神を消し去るなんて可能なの？とイメージが湧きにくいかもしれませんが、彼はテレビの放送で見事に消してみせ、観客をびっくりさせました。最後は巨大建造物消滅マジックの謎に迫りたいと思います。これはカメラトリックという手法と桜の観客を使って行われる大掛かりなイリュージョンです。どんな仕組みなのでしょうか。まず観客とカメラを回転する舞台の上に乗せて撮影します。最初に舞台を自由の女神がある方向に向けておき、視聴者には自由の女神が存在していることをアピールします。そして幕が閉じられ、マジシャンが消す演技をします。視聴者はどうなるかとドキドキしますが、この際スタジオではとんでもないからくりが発動しています。なんと舞台が回転しており、自由の女神がある方向とは違う景色が見える場所まで移動しています。そのため幕が開くと、まるで自由の女神が消えたように視聴者には見えるという仕組みですね。もちろん観客は桜なので大いに驚いたふりをします。その反応を見た視聴者は本当に消えたんだと信じ込んでしまうわけです。単純ですがめちゃくちゃ大掛かりなトリックですね。この方法を逆手にとって、何もない場所からいきなり車やバイクが現れるというマジックもありました。初めて見たらびっくりしそうですが、当時は種を知っている一部の人からはインチキだと評判が悪かったみたいです。そりゃ種を知っていれば嘘だってわかりますよね。種がわからないからマジックは面白いのではないでしょうか。ということで今回は有名マジックの種明かしについていろいろと見ていきました。マジックの種って結構単純なものが多く、いかに凄そうに見えるかというマジシャンの演技力も結構必要なことが分かりましたね。なかなかシビアな世界だと思います。皆さんはどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。他にも面白いマジックの種明かしの情報があればお願いします。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。